はいどうも翔平 TV です。本日は先日行われましたサムライさんとの対決後半戦をお送りします。ボナールチャンネルまさくんの結果はボナールさんの動画を見てください。まずコウセイくんですね。次は、はい、コウセイくん、まさかのこの内側に来たね、シンカーのようなボールがですね、はい、まさかの中途半端でどん詰まりとなってしまいました。これをやってるよ、コウセイさん。いや、相当悔しそうですね。次に期待しましょう。女子選手も真似してましたね。3人目、ラストは千葉投手です。千葉投手最年長ですよ。はい、左腕から繰り出される変則のフォームですね。この投手はね、とんでもないですよ。まず良平、まさかの、はい、この日別人の良平ですね。別人です。打ちました。ライトに上がった打球はライトオーバーとなりまして、良平ダッシュします。はい、これは4つ4つと有効があります。さあ4ついけるか、良平、いけいけいけ、まさかのストップ。さあ翔平も負けられませんよ。きたー、ナイアガラですか、これは。はい、ナイスボール、素晴らしすぎる。これはこれはすごいですよ。磯崎選手もね、びっくり。これはね、別名ふんわりかき氷という名前のボールらしいです。ふんわりかき氷、すごいですね。はい、さあお次のボール、さあ打ったーと思ったら先っぽですね。ピッチャーゴロ、危ない。はい、こちらセカンドゴロと、まさかの3球連続ですね。悔しいです。ナイスボール、あれは打てません。さあ2打席連続初球打ち、ゆうやくん打てるか。さあ今回はね、あまりね打ってませんから、ゆうやくん初球、あいこ、おー、これはまさかの見逃したっていうね。あ、ボールでした、これはボールでしたね。さあお次のボール来ました、これです、これです、これです。ゆうやくんライト、はい、これはなんとかファウルということで、危ねえ。ゆうやくん軸足に残すんだぞ。さあお次、はい、こちらいい当たり、まさかこれはヒットか、ヒットか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 と思ったら、これはファーストゴロでアウトとなりました。サンタコです。さあ前打席長打のまさくんです。はい、こちら見逃しましたね。来た、これは見逃しましたね。この左足がもうちょん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 ってなってますから、これはこれ難しいですよね。さあまさくんも戸惑ってますよ。来ました、打つか、打った打った、これはまさかのいいとこに当たって、これはセンター前となりました。さあさっきのね、さっきのヘナチョコバッティングをね返上したいですね。さあコースいけ、はい、ボール。だからリアクション芸人のような感じですね、コースいくん。そんなタイミングの取り方見たことありません。さあお次打つか、構えは立派ですよ。来た、あのボール、あのボールとね、ストレートね、すごいこう打ちづらいですね。さあ来た、こちら打った、はい、打ちましたーと思ったら、まさかの、あれ超先っぽ、これで、はい、ピッチャーゴロ終わりと。コウセイ君、これが現実です。あ、あのフルスイングがすごいですよね。あ、これはね泣きのもう1回ということで、
柴田投手本当にすいません、ありがとうございます。さあ今度こそは決めてほしいですね。さあ後世泣きの、はい、こちらボールですね。泣きの1打席ですからこれは打ってほしいですよ。さあ来た、はい、こちらのボール、はい、後世が狙ってんのはねふんわりかき氷ですよ。来た来たー、かきーん。さあ続いてかきーん、はい、次かきーんと、はい、これはねレフト前ですね。まあこれはサードゴロスかね、本当はね打った気になってますけども、泣きの1回ですから圧をやってますけど、はい、ここで対戦終了です。侍の皆さん本当にありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いや結果はまあ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 、どれどれね、まあ、いやまあまあまあ、はい、まあ僕は打てませんでした。ゴミクソもんだでした口悪いっすからそういうの言うの俺言わないでいたのに。いやまさきはねランニングホームランです。まあセンター前なんですけどね。前ではないでしょ。でまあ両辺もね長球ね、今日違う人だったね。そう別の人が中に入ってすごかったよ、ね、ってはい、今後とも応援していきたいと思います、はい、というわけで本日コラボしてくれました皆さんのチャンネル、動画の概要欄貼っていきますのでチェックをよろしくお願いします。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのがカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したらそうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。